やばい、スタックしてしまった。辛いこれ、はあ、頑張る、掘るか。やべえこれ、どうすんだこれ。一応穴掘って、ああ喉カラカラだな。その辺に落ちていた板を敷きました。これ出られるかな、はあ、一応ね穴掘ってもがいてみたんだけど、ちょっと出れないで、ジャフを呼びました。アホだったな。ロードサービスあるんだけど、最初からロードサービス無料でね呼べばよかった。1時間ぐらいねもがいてね、状況を悪化させてしまった。アホだね。40分待ちです。日が沈んでしまう。今4時40分に到着。ギリギリで明るいかな。やった、来てくれた。助かった。助かった。ああよかった。助かった。今日ここで止まるのかと思った。ゆっくり帰ろう。いやー無駄にあがいてスコップでめちゃめちゃ掘ったからね。やった。もうヘトヘトで動けないからね。道の駅お魚市場っていうところでもうぐったりします。お弁当買おう。もう夜になっちゃったな。ほんとすげえ疲れた。空いてるかな。5時6時までやってるんでしょ。もう終わりか。終わりだよね。海鮮市場って。ここが道の駅の魚屋さん。お魚屋さんなんだね。お弁当とか売ってないんだよ。まんま魚だね。刺身なら食えるか。いやなんか魚さばけないから、なんかその、はい、そのまま食べられるものって。あれ？あ、じゃあこれとこれ。はい、800円。あ、氷はいい、いいですよ。近いの？うん。あ、今食べる。今食べる、今。うん？はい。はい。はい、はい、どうも。あ、弁当はもう、あれか。お弁当はもう終わり。終わりです。ああ、そうなんだ。はい、どうもどうも。お弁当あったのはもうないんだって。まあいっか、もう刺身でいいや。食べよう。もう、あー疲れましたね。本当はね、今日一日朝ね、お風呂に入って洗濯をしたんですよ。で砂浜で海を見てゆったり過ごそうかなみたいなね、そういう感じだったんですけど、その砂浜でスタックしてしまって、なんか無駄にあがいたというか、自分でね穴を、砂をさ、どけるために砂を掘ったんですよ。
めちゃめちゃ小1時間1時間半ぐらいずっと穴掘りしてたんですよ。砂をタイヤが埋まってるからタイヤの周りの砂をこう掘っては投げ掘っては投げいや疲れた、もうヘトヘトになっちゃいましたね。あの東海村の原発の北側の砂浜、お刺身があってからお刺身2つ買ってきました今日の晩ご飯はお刺身です。茨城県のね美味しいお刺身、カツオ、タイ、すごいね新鮮です。取れたてをいただきましょう。うまそう、新鮮。醤油差しないからもう直接かけるわ醤油かけた、食べる、いただきます。新鮮なカツオいただきます。うまい。てか量が多い、スーパーで買う倍ぐらい量が入ってるすげえ、しかもうまい、新鮮だね。これタイね、うまこれうまいな美味しい、うま、作りたてだからね、これ大根サラダとしても美味しいんじゃない。血が滴ってないからさ、なんつうの、生臭くないんだよね。お魚市場のお魚美味しいね。でもさ、こうやって刺身になってればいいんだけどさ、行ったら一匹丸ごととかどんどんどんって本当に置いてあって並んでてさ、完全に魚なんだよそれさばけねえからっていや僕はさばける、さばこうと思えばさばくけど、もう今日疲れてさもう砂掘りすぎてもう疲れちゃったんだよね。それだからなんかサクッと食えるのがいいなと思ったらお弁当全部売り切れてた美味しいね。ごちそうさまでした、うん、もうこのまま寝ちゃいましょう。今日ほんと疲れたなんだろう、なぜか疲れた疲れてもうヘトヘトになってるからね。さっきね階段がちょっとあって、その階段を降りるときにヨタヨタ降りちゃった膝に来てる。1時間半砂を掘り返したのがね、もうしんどいもう寝ます、もう寝よう、もう眠くなってきたよ本当。疲れて動けないんだよ、動きたくなくなったら、ね、寝ましょうもうということでね、おやすみなさい。また明日、明日朝4時ぐらいには起きたいよねまたね、バイバイ、おやすみ。おはようございます。さてじゃあ移動しますか。びしょびしょになっちゃう。茨城県はね夜あったかいよねいや寒いっちゃ寒いんだけど、やっぱ福島県より5度ぐらい違うよね、あったかいよね。またね。